イエス。MNSPATV。はい、PATV です。今日はですね、こちらの炭酸飲料。これがですね、カチッと開けた時にピューみたいな、こうなんていう、吹き出ちゃうっていうことが結構あると思うんですけど、実はこの吹き出るのを防ぐ方法があるということで、今日はその方法が本当なのかどうなのか、それをやってみたいと思います。まずこれもうすっげえ泡立っちゃってるんだけど、よし、完全に吹き出るパターンになってます。これを吹き出さないようにするには横にして、なんかね、こう何でもいいんだけど、これ柔らかい布の上にこうやってこれ転がすだけなんだって。本当だな。これを15回から20回ぐらいやると、カチッとやった時にもう吹き出ないっていうんですけど、まあちょっとやってみましょう。まず1、20回終わりました。全然吹き出るパターンっぽいんだけど、まあ、でも15回から20回って言ってたんで開けてみたいと思います。うっ、怖え。吹き出たけど、吹き出方は弱かったかな。でもちょっと吹き出ました。微妙だな。でかいやつで試して、はい、でかいの用意しました。こいつ吹き出るかな。いったるで、よし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 、よし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 、これ吹き出るね。こんだけいけばね。じゃあこれ転がしていきたいと思います。15、もういいや、15で。おし、あ、なんか泡なくなった。これいけんじゃん。やっぱり服じゃん。よし、わかった。缶だったらいけんじゃね。よし。もう全く触れない状態です。なんか。おし、これでいったるぜ、いったるぜ。20、1個ぐらい成功したいな。いったるぜ、おりゃ。うわ、これさ、もしかしたらさ、もっとすごい高速で回してったらいいんじゃない？これ。よし、再度チャレンジだ。行くぜ、行くぜ、行くぜ、パンパンだぜ、パンパンだぜ。高速で行くぜ。よし、この勢いだったらいけんじゃね？吹き出ないよ。うわ、うわ、うわ、うわ。炭酸は振ったら吹き出るよ。